こんにちは、ユニバーサルスマイルチャンネルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このチャンネルではホテルや飲食店などでみんなが気になっている点を実際に店舗に行って調査・検証します。またスタッフさんにも話を伺って、働いているスタッフならではの裏話なんかも聞いてみたいと思います。今回のテーマはお客様の忘れ物に関して調べてきました。ホテルでは毎日大量の忘れ物が出ていて、それが置いてったものなのか忘れたものなのかとか、どういった基準で判断しているのか実際に聞き取り調査してきました。はい、ありがとうございます。もう僕もこの間シャンプー、はい、あんまりホテルに置いてあるシャンプー使わなくて、はい、こう泊まる際に実際容器に詰め込んで、はい、ホテルに泊まって使うんですけど、はい、そのシャンプー容器を普通に置いて帰ったら、はい、忘れ物してますよ。あ、連絡が来て、まあ、充電器かなんか忘れたんかなと思ったら、シャンプーの空容器お忘れですって言われてびっくりしたんで。そうですね、そういった連絡があって忘れ物を捜索する際にどうやって捜索するのかとか、忘れ物が見つかった時、見つからなかった時の対応なんかも調査していましたので、まあ、ご覧いただけたらと思います。はい、で今回はどちらへお邪魔したんですか。今回は大阪市中央区にあります呉田金大阪堺筋本町にお邪魔しましたので、そちらの映像をご覧ください。はい、というわけで呉田金大阪堺筋本町さんにやってきました。まあ、地下鉄から出て徒歩1分ぐらいだったので、これだけ近いと移動が楽で助かりますね。では実際に入ってみたいと思います。じゃあこちらにアルコール消毒もしっかり設置されてますのでやっていきたいと思います。入ってすぐに朝食会場があって、間仕切りもしっかりされてます。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、というわけで呉田金大阪堺筋本町さんにやってきました。本日は改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。で今回のお客様の忘れ物についてってことなんですけれども、まあ、実際にチェックアウトして忘れ物が見つかったところから、まあ、実際の客室の方から一連の流れを見させていただきたいんですけど、よろしいでしょうか。かしこまりました。では客室へご案内させていただきます。お願いします。お願いいたします。はい、それでは客室の方に実際やってきたんですけれども、こちらはどういったタイプのお部屋になるんですか。当館で一番広いデラックスツインのお部屋になっております。なるほど。ちなみに大きさはどれくらいあるんですか。大きさ20平米になります。それは結構広いですね。まあ、デスクもかなり大きめで、小さなキッチンもあって、ビジネスユーザーとか旅行の方とか、まあ、いろんな層に当てはまるいい部屋ですね。はい、でございます。今ちょっとパソコンを広げてもかなりデスクが広いので手前にスペースができます。なのでデスクワークでの目的でご宿泊されるお客様には大変便利だと思います。そうですね、かなり便利な作りになってますよ。はい、ありがとうございます。まあ、実際に忘れ物についてお聞きしたいんですけれども、はい、実際にチェックアウトされたお客様の私物で、これは忘れ物、これはゴミみたいな、何か基準はありますか。はい、ございます。とはいってもかなり基準は簡単なものでございまして、ゴミ箱の中はゴミ、それ以外のものは忘れ物として扱います。なるほど。例えば昨日買ったコンビニのレシートとかがデスクの上に残ってても、それを忘れ物として置いておくってことですか。
はい、その通りです。もう一個違う例で、例えば空の弁当、食べ終わった弁当の空の箱とか、ポテトチップスの袋とか、それがデスクの上に置いてたら、それも忘れ物ってことですか？その通りでございます。後ほど詳しくご説明させていただきますが、はい、食べかけの食べ物ですと、3日間未開封のものでしたら、賞味期限まで。なるほど、賞味期限まで。はい、それでございます。ただその他、充電器や衣類に関しましては、最大3ヶ月間忘れ物として保管いたします。なるほど、最大3ヶ月間は保管されてるということですね。はい、最大ございます。箱に入ってないものは、どんなものでも忘れ物として扱うということですね。そうですね。自分にとってはゴミかもしれないですけど、お客様自身からしたらゴミじゃないパターンっていうのもありますもんね。そうですね。ちなみに一番多い忘れ物って何ですか？一番多い忘れ物は充電器になります。ああ、充電器、なるほど、ありがとうございます。じゃあ次は客室で忘れ物を発見した後の管理方法についてお伺いしたいと思います。かしこまりました。はい、それでは朝食会場に戻ってきましたけれども、忘れ物の管理について教えていただいてもいいですか？はい、忘れ物につきましては客室で SSO スタッフだったり、ホテルのフロントスタッフが見つけたり、いろんな人が見つけたりするので、はい、このような忘れ物の日付と名前と何を忘れたのかというのをこちら書きまして、こういった紙を必ず忘れ物と一緒にするようになっております。はい、でこちらのシートと一緒に忘れ物の袋に入れまして、フロントの方に一旦集めます。はい、で集めた後、このような取得物の台帳というもので、台帳で全て管理をしておりまして、で持って降りてきたものに関しましては、システムとお客様のお部屋番号とお客様の顧客情報の確認をさせていただいております。でそこで、この台帳の中身なんですけども、こういったものでございますね。こういったもので、チェックアウトの日付と処理した日にちで、お部屋番号と、あとお名前、どのようなものなのかというのもありまして、こちらにもしお客様が取りに来られた際はサインするような台帳の用紙になっております。ありがとうございます。はい、台帳管理なら管理もしやすくて、はい、対応もすぐできます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに日々どれぐらいの忘れ物の数って出ますか？大体30件ぐらい多くて忘れ物の量があります。台帳管理して全てのお客様に連絡していくんですか？いえ、こちらからご連絡を差し上げる場合は社員証や財布、確実に必要だとこちらで認識できるものだけご連絡させていただいております。またその他の忘れ物に関しましては台帳で管理をしてご連絡が来るのを待っております。リピーターのお客様に関しましては、次回チェックインの際にお忘れ物があった際はご記載をさせていただいております。なるほど、連絡するのが面倒くさいというより、例えば弁当の食べ残し忘れてますよで電話かかってきて、普通にゴミやろ、補助ってんのかってありますもんね。そうですね。連絡する場合として財布とかはおっしゃってたと思うんですけど、時計とかアクセサリーって高価なものあると思うんですけど、そういった場合は連絡はしないんですか？そうですね、こちらでは高いとか安いとか、それが貴重品かっていうのが判断できませんので、いつでもお渡しできるように台帳で管理をし保管しているといった感じです。また、旅行中や、お仕事でお出かけになられた際にお財布がないとか社員証がないとかといった場合に関しましては、必ずホテルにご連絡が来ますので、先にこちらからご連絡をさせていただいております。ありがとうございます。保管してる忘れ物って大量にあると思うんですけど、お客様から連絡来た場合って大量にある忘れ物の中から探していくって感じですか？このように、忘れ物が多いので月別と種類別に分けてすぐにご返却できるようにご準備しております。ありがとうございます。こういった形で
月別と種類別に分けられてるんですか？はい、そうです。これを3ヶ月間保管しておくって感じですか？はい。で、賞味期限のものは賞味期限が来たら捨てていくって感じですか？はい、さようでございます。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。一通りの流れを教えていただいたんですけれども、これ絶対ゴミあるものがちゃんと保管されてるっていうのは、まあ、普通のお客様には絶対わからないですね。ありがとうございます。しっかり管理されているので、まあ、万が一大切なものとか忘れても安心はできます。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで今回はホテルの忘れ物の管理について調べていきました。このようにこのチャンネルではホテルや飲食店などで皆さんが気になる点を調査していきますので、まあ、これどうなってるのみたいな気になったことがありましたらコメント欄の方によろしくお願いいたします。この動画が参考になったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。次回は鶴田県大阪堺筋本町のスタッフさんにいろいろインタビューを行いたいと思いますので、こちらの方もご覧ください。では今回はこれで終わります。ありがとうございました。